はい、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。3時のおやつ第45号です。今日紹介するおやつはこちら、三国屋善五郎ですね。今回の商品は大連へ来たアリンコマスターさんからのご提供となっています。いつもありがとうございます。これ結構見るからにすごい高級そうな感じがしますよね。重量感もすごくずっしりしてて、かなりの量が入ってるんじゃないかなと思われます。では袋の中を開けていってみましょう。はい、中にもちっちゃいショッパーがあって、お、いっぱい入ってる。まずがこれ、緑茶カステイラ、すごいな、重量感が半端じゃない。はい、次がこれ、レモンの麦茶。これおやつじゃなくてお茶ですね。水出しのティーバッグです。いいですね。はい、次ほうじ茶羊羹。はい、これが最後です、緑茶羊羹。はい、カードも入ってましたね。三国屋善五郎ラゾーナ川崎プラザ店でお買い求めだったと。どうもありがとうございます。これだけの量があると1本の動画で全部ご紹介するというのは難しいですね。どれからいこうかな。羊羹は結構日持ちがするので、今日はこの緑茶カステラと、あとせっかくなのでこのレモンの麦茶、これをいただこうと思います。水出しで OK なんですけど、あ、ダメだこれ。美味しい入れ方の目安、1、2時間つけてくださいと書いてありますね。撮影時間が1時間から2時間っていうのはちょっとな。これあれなのかな、1、2時間入れないと美味しくないのかな。まあ、ちょっと今急いでやってみますか。パッケージには1時間ぐらい水出しって書いてあったんですけど、今ちょっと水を注いでみたらもう結構色が出てるんですよね。ちょっと白いところにこうやってやると分かると思うんですけど、もう十分黄色い色が出てて、匂い嗅いでもすごい香るんですよ。お茶も入ってあるので、次カステラの方を開けていきましょうか。はい、中からこんなカステラが出てきました。これすごく美味しそうなんですけど、パッケージの箱の大きさと全然違うんですよね。これせっかく綺麗なカステラなんだから、パッケージの箱と同じ大きさに揃えれば形が綺麗になると思うんですよね。中でグラグラ遊ぶとかえってカステラが潰れるような原因になると思います。包装がかなり頑丈ですね。では端っこの方をちょっと食べてみましょうか。はい、断面がこんな感じですね。綺麗な緑色じゃないですか。それではいただきます。あ、美味しい。これはうまい、文句なしでうまい。包装がかなり頑丈だったのもあって、カステラ自体がかなりしっとりしてるんですよね。全然パサパサした感じがないんです。あとレモン麦茶の方もいただきます。あ、うまい。まだね、ちょっと薄いかなってのはありますね、確かに。もっと時間をかけて入れたら美味しくなると思うんですけど、これやっぱり甘いカステラにこのお茶はすごくよく合いますよ。その後数時間パックを水の中に入れていたら、まあ、ここまで色が濃くなりました。味の方もですね、すごく濃くて美味しいですよ。あー、美味しい。これね、結構いいね。カステラ一切れにこれちょうどコップ一杯ぐらい、この麦茶を飲むと本当に美味しいですね。至福の時ですよ。いやー、これとか高かったんだろうな。いつもお気遣いいただきありがとうございます。カステラは一日じゃ食べきれないので、これはキープですね。うわー、でけー。よいしょ。お、ジャストサイズじゃないですかこれ。はい、綺麗に入りました。はい、キープ完了です。今日紹介したお菓子は三国屋善五郎の緑茶カステイラでした。これ本当におすすめです。ぜひ一度ご賞味ください。やっぱり日本のお菓子のブランドの底力ってすごいですね。中国にはこんなのないですからね。次に日本行った時に何を食べようかすごく楽しみですね。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。
楽天ブログの新チャンネルもどうぞよろしく。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。